どうも皆さんこんにちは。クラシーのアウトドアライフチャンネルです。今回はバックステッチについてご紹介します。少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速やってみましょう。バックステッチはミシン目のような仕上がりのフロットの線のステッチです。いわゆる返し縫いの要領で刺し進めます。線が隙間なくつながりますので、縁取り線などの表現に向いています。こちらはランニングステッチで、線と線の間に隙間が空いています。刺し始めは図案の始めのところから一目進んだところに針を出します。玉結びは作らずに糸端を残して糸を引き出します。一目戻って二目進んだ位置に針を出します。また一目戻って2目進んだ位置に針を出します。これを繰り返していきます。裏はアウトラインステッチのような渡し糸になっています。最初と最後の糸は渡し糸に巻きつけて切ります。反対側も同じように始末をします。それでは以上となります。今回はバックステッチについてご紹介しました。改めてにはなりますが、少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。